ブルーミンデイズ。日々これ良き日。皆さんこんにちは。時刻は午後3時を回りました。 85.4MHz 東京854ブルーミングデイズ日々これ良き日。この時間のお相手は入院中の倉島桃子さんに代わりましてディレクター小出がお送りいたします。早いもので1月も3週目に入りまして、皆さんお正月気分は抜けましたでしょうか。年末年始ね、私はどこにも出かけずに会社にずっとこもっていましたけれどもね、この数年の中ではね、一番寝ることができたお正月だったからなんでしょうか、大変にすっきりとね、イライラすることもなく毎日過ごしておりますよ。私のね、ストレスの溜まり具合というか、イライラしているかどうか測るバロメーターとしてはですね、ここにいる猫さんたちのですね、ニャーニャーと鳴く鳴き声ですね、仕事で集中している最中にお腹が空いた時とか、まあそんなことで泣いているんでしょうけれどもね、これにどこまで耐えられるかというのが、まあ一つの目安になっていましてね、もうあんまりにもうるさいとですね、うるさいよとかね、口に出したりしちゃうんですけれどもね、まあ私の場合はね、子猫の頃からずっと一緒にいる猫さんたちですからね、それでも多少は我慢はできますけれどもね、倉島さんとかね、別に自分が飼っているわけでもない猫ですからね、ニャーニャーうるさいと相当イライラしているんじゃないかなと思ってはいるんですけれどもね、やっぱり子育てとか経験しているとそういう体制というのは強くなるんですかね。入院中のね、倉島さんですけれども、先週体についていたいろんな管が全部外れたそうで、現在は車椅子での移動は許可されたと、こんな風に言ってましたけれどもね、まだ退院のね時期については決まっていないみたいですけれども、日に日に回復はされているようですよ。今週はですね、今日1月10日が成人の日ということで、成人をテーマにお送りいたします。皆さんはご自分の成人式のこととか覚えてます？私のね、成人式はですね、放送後期かなんかでも何回もお話ししたと思いますけれどもね、成人式の会場にですね、15人ぐらいのこの駅舎さんというか、そういう占い師の人が来ていてですね、無料でこの運勢を見てくれるっていう、なんかこういうサービスみたいなことをやっていてですね、私も見てもらったんですけれどもね、この占い師の方が言うにはですね、あなたは大器晩成型だからうまくいかないことがあるけれども、腐らないでねと、こんなようなこと言われましてね、これからね、まだ見ぬ未来に羽ばたこうとしている私にとってはですね、かなり残酷な話をされたんですけれどもね、その晩成というのが一体いつなんだと、50も過ぎましたけれどもね、成功の背の字も見当たらないんでね、まだなんだろうなとは思ってはおりますけれどもね、まあもしかしたらね、もうすでに来ていて、気がつかないうちに通り過ぎちゃったっていう可能性もありますけれどもね、もしね、私が景気いい話をし始めたらですね、ああこいつそろそろ晩年だなと、先は長くないぞとでもね思っていただければと思います。Sonny never asked about you, he only wanted lemonade. And I'd be standing here in plain view, but you always keep me in the shade. And I could be your alibi, if you wanted to give it a try. Sonny never asked about you, he only wanted lemonade.
ring another telephone. Doesn't answer even when he's home. If I could be your knight in white, you could check up on me every night. Will you let me be your alibi? Or pass up on it every time? Surely never meant to find you. He only wanted lemonade. You got that fire. Looking at your eyes, staring at me like it's a waste of time. Fire. Look in your eyes, searching for answers on your grind. That you'll ever learn. Eventually I walk away. If I don't hear you ever say, I see you in a brand new light. It's time that we give this a try. Sonny never asked about you. He only wanted lemonade. You got that fire. Look in your eyes, staring at me like it's a waste of time. Searching for answers on the ground. I've been standing here in plain view, but you always keep me in the shade. Just once, please look my way. You got that fire, look in your eyes. ブルーミンデイズ、日々これ良き日。今週も入院している倉島さんに代わりまして、私ディレクター小出がお送りしています。今日は本日1月10日が成人の日ということで、成人をテーマにお送りいたします。成人の日というとね、現在はハッピーマンデー制度で1月の第2月曜日となっていますけれども、かつては、まあ私のね時代は成人の日というと1月15日でしたね。これは2000年からなんですね、1月の第2月曜日になったのは。1月15日が成人の日として祝日になったのは1949年、昭和24年。大人になったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を祝い励ますというのがその趣旨と。自ら生き抜こうとするっていうくだりがね、なんというかこの突き放した感じでいいですよね。もうこれからは親に頼らず自分で生きろよっていうことなんでしょうね。成人の日を1月15日としたのは、この日が小正月であり、かつて元服の儀が小正月に行われていたことによると言われていると。旧暦、太陰太陽暦時代の暦では毎月15日はほぼ満月。特に1月15日はその年の初めての満月を祝う小正月であり、この特別な満月の日に一家の育成を託す男子の元服を行っていたと。元服とは奈良時代以降の日本で成人を示すものとして行われた儀式で、東照家というのは公家の家格の一つで、上級貴族のことのようですね。この東照家以上は冠、以
以下では冠の代わりに烏帽子を着用したと。おおよそ数え年で12歳から16歳の男子が式において氏神の社前で大人の服に改め、揚げ巻きと呼ばれる子供の髪型を改めて大人の髪、冠下の元取りを結い、冠親により冠をつけると。武家の場合は烏帽子親により烏帽子をつけ、それまでの幼名を廃して元服名を新たにつけていたと。室町時代以降は民間にも普及したが、中世の元服年齢には規定がなく、5、6歳から20歳程度まで幅が存在し、江戸時代頃からは公家を除き、武家や庶民の間では元服の時に烏帽子をつけず、前髪を剃って酒焼きにすることだけで済ますようになったと。この酒焼きっていうのは、お侍さんのね、髪型、ちょんまげ、真ん中をね、剃ることですよね。江戸時代以降は女性も元服と称し、結婚と同時に、あるいは未婚でも18歳から20歳ぐらいで地味な着物を着て日本髪の髪型を丸曲げ、両輪または作子に変え、金親によりお歯黒をつけてもらい、引き眉をすると。お歯黒をつけるが引き眉しない場合は半元服と呼ばれたと。半元服の習慣は現在でも祇園の舞妓、島原の太夫など一部の花街に残っていると。よく冠婚葬祭って言いますけれども、この冠っていうのは、だからこの冠をつけるこの元服のことを言ったんですね、これね。このね、成人式の元となっているのが元服ということですけれどもね、この風習はいつくらいまで残ってたんですかね。江戸時代はね、なんか元服しないと、家督を相続する権利がないとかね、そういう話を聞いた覚えがありますけれどもね。元服は国の制度ではないため正式な廃止があったわけではないが、明治5年に施行された戸籍法により、旧来の氏と家名の別および諱と通称の別を廃し、氏名と氏かつ戸籍に登録された氏名は変更できないと定められたことにより、幼名が消滅したことで元服を行う家や地域はなくなったのではないかと言われているということのようですね。ただ現在でも青森県、栃木県、石川県、愛媛県、宮崎県、熊本県やその他の一部の地域にある中学校では、中学2年または3年になると学校行事として立志式、立春式、少年式、元服式と称した行事を行っていると。成人年齢がね、20歳と定められたのが明治9年ですからね、それまではやっていたのかもしれませんけれどもね。日本における今日の形態の成人式は、第二次世界大戦の敗戦間もない1946年、昭和21年11月22日、埼玉県北足立郡蕨町、現蕨市において実施された青年祭がルーツとなっているのが定説であると。敗戦により虚脱の状態にあった当時、時代を担う青年たちに明るい希望を持たせ励ますために、当時の埼玉県蕨町青年団長高橋翔二郎、後の蕨市長が、首相者となり青年祭を企画。会場となった蕨第一国民学校、現在の蕨市立蕨北小学校の校庭にテントを張り、青年祭のプログラム、青年式として行われたと。この青年式が全国に広まり、現在の成人式となったと。蕨市では現在も青年式と呼ばれており、1979年昭和54年の成人の日には市制施行20周年、成人の日制定30周年を記念して、同市内の蕨城址公園に青年式発祥の地の記念碑が同市によって建立されたと。このね、蕨城址公園ね、前に倉島さんとね、この近所にある山岳院というね、
この三蔵法師の遺骨の一部もこの納められているというね、お寺さんにねお地蔵さんをお参りに行ったことがあるんですけれどもね、その帰りにね、この公園を通り抜けたんですけれどもね、途中ね虫眼鏡を使ってねタバコに火をつけているおじいさんがいてね、あのおじいさんはこのたまたまねライターを忘れて、仕方なく携帯していた虫眼鏡を使って火をつけようとしていたのか、それともね常日頃からこのライター代わりにね虫眼鏡を使うサバイバルなおじいさんだったのかはね、未だに謎ではあるんですけれどもね。Let's make this love last till Valentine's. Let's spend this night together. Let this fire burn inside our hearts. Let us soak in all the pleasure. Now that the rain is slowly pitter-patting, we are lost inside our lover's nest. We don't need the world.Just need us. What if we'd stay like this forever? These wine-colored days, summer is come. Deep cold velvet nights when we are one. All come together now. Soon the sun will melt this love. We could part and never look back. Life will shortly have us falling flat.Springtime will be strangers. Who knows, it might just last forever. We don't need the world, we just need us. I wish we'd stay like this together. We don't need the world, we just need us. I wish we'd stay like this forever. MHz 東京854ブルーミングデイズ日々これよき日、毎週月曜日午後3時からの1時間、知らなくても困らないけど知っているとちょっと嬉しい話題をお届けしています。素敵な音楽とともに皆様をお待ちしております。ブルーミングデイズ日々これよき日、今週も入院している倉島さんに代わりまして、私ディレクター小出が成人をテーマにお送りしています。先ほどはね、かつて1月15日が成人の日だったのは、この日が小正月で元服の儀が小正月に行われていたことがその起源ですよと、そういうようなお話をしましたけれどもね、これね、地方によってはその年のゴールデンウィークですとかお盆、あるいは正月三が日から松の内に行う市区町村も多いみたいですね。例えば2017年度の新潟県においては、本来の成人の日である1月8日に実施する事例は全くなく、前日の1月7日が2市、2会場ですねのみで、残りは3月4月5月8月のいずれかに行われていると。特に豪雪地では1月よりも温暖であり、また就職や進学で地元を離れる人が多い地域においては、
実家に帰省する人が多い5月のゴールデンウィークや8月のお盆に実施する方が参加しやすいためであると。かつては1月に実施していた自治体も5月や8月に変更した自治体もあると。まあ雪が多いとなるとね、振り袖に長靴っていうわけにもいかないでしょうからね、そっちの方が合理的ではありますよね。まああとね、この地方の場合、お正月ね帰省して、またね1月15日だけ地元に帰るっていうのも大変ですからね。なんか倉島さんもね、成人式の時はね、まあなんかお勉強が忙しいとかなんとかっていうんでね、時期ずらして帰省したとかっていう話をされていましたけれどもね。箱物行政と言われながら公共事業の予算が増加し続けた1990年代後半までに成人式の式典を十分開催できる施設が都市部でも拡充したと。しかし第二次ベビーブーム世代が成人式を迎えた1990年代前半が過ぎると少子化の影響で成人となる者の数が減少の一途となり、1990年代末ともなると都市部では式典会場の空席が目立つようになったと。また空席の増加により従来会場内に入らなかったような層が会場内に入れるようになり、それまで会場外で行われていて問題とはならなかったようなことが顕在化してきたと。例えば死後が収まらない、会場内で携帯電話を使う、そして一部では数人の新成人グループが会場で暴れ回って式を妨害するケースなども見受けられると。公務執行妨害を理由とした事件を中心に逮捕者が出るほどの騒ぎに発展した市町村もあると。また成人の日が1月第2月曜日に移った2000年以降は学齢方式を成人の対象とする自治体がほとんどになったことから、成人式が事実上中学や高校の同窓会的な意味合いで捉えられるようになってきたというふうに書いてありますけれどもね。まあこのそもそもね、大人になったことを自覚して自ら生き抜こうとする青年を祝い励ますっていうのがね、この成人の日の趣旨っていうことすらね、あんまり知られてないんじゃないんですかね。私はね全く知りませんでしたけれどもね。ほとんどの人がね、なんかこの同窓会的な意味合いだと思っている人が多いんじゃないかと思いますけれどもね。さらに式に出席する若者が、外面的には着物で豪華に着飾っていても、会場では久しぶりに会った友人との談笑などに熱中するあまり、主催する自治体首長などの式辞講演に関心を示さず、式典が騒がしくなっており、その結果本来一人前の大人としての決意をすべき場である成人式がかえって若者のモラル低下を露見させる場となっていると。このような現象のことを成人式での七五三現象と言い、21世紀に入った現在でも各地でこれまでに様々な問題が起きていると。七五三現象、なるほどね。私の時はね、屋外だったんですよ。市長さんがねお話してる間ね、みんなペチャクチャ喋っていたように思いますけれどもね。まあ屋外っていうこともあってね、それほどね、問題にもならなかったんでしょうね。まあ寒いからね、挨拶も短めだったのかもしれませんけれどもね。振り袖は現在女性にとって成人式の制服のような伝統となっているが、これは作られた幻想であり、着物プロデューサーの石崎勲氏によると、第二次世界大戦中に贅沢品が禁じられ壊滅状態になった着物業界が昭和30年代、1950年代後半から1960年代前半に復興策として成人式に着目し、常日の元服をヒントに未婚女性の礼装である振袖を成人式に着てもらおうと当時の百貨店が中心に動いたことがきっかけだというと。現在では2800億円とみられる和装市場のうち、成人式の振袖関連が700億円程度と重きをなしていると。成人式の風習が広がり始めた当初から女性は振袖が定着していたわけではなく、常日の青年祭の参加者の服装は
わらび氏によると男性は国民服、女性はモンペだったとのことと。ああ、これはね、七五三と同じなんですね。七五三もね、江戸時代呉服屋さんが仕掛けたキャンペーンが元だったと言われてますしね。節分のね、恵方巻きやらも同じですからね。お金の匂いがプンプンするとは思ってはいたんですけれどもね、やはりそうでしたか。日本各地では様々な成人式が行われており、沖縄県石垣島の石垣島白穂では成人者が公民館に村人を集め、成人したことの喜びと村への感謝を踊りで表現するといった行事が伝統的に行われていると。これは小学校のね、卒業式によくある何でしたっけ、呼びかけとかって言うんでしたっけ、お父さんお母さん6年間ありがとうございました的なね、あれの延長みたいなものなんですかね。踊りっていうのはこれどういう踊りなんですかね。みんなでやるよさこい的なものなんですかね。今ですね、ちょっとその動画を見てみたんですけれどもね、この石垣島の白穂の成人式は日本一泣ける成人式とかって言われてるんですね、これね。両親への感謝の気持ちを述べた後ですね、エイサーって言うんでしたっけ、お囃子のようなものが流れてね、みんなで踊るっていう感じなんですね。私がね、二十歳の頃なんていうのはね、生意気の盛りでしたからね、そんなね、両親への感謝なんていうのはね、心で思っていても、恥ずかしくってね、口に出しては言えませんでしたけれどもね、こういうね、きっかけがあるっていうのはいいことなのかもしれませんね。今更ね、もう年老いた両親にね、私がそういったね、感謝の言葉を述べたところでね、きっとね、うちの両親もね、恥ずかしがって、そういうのはお葬式のね、喪主挨拶で言ってくれ的なことをね、言いそうな気がしますけれどもね。Cheer up the city and make it happy.
Tokyo 854。はい、小出です。あ、倉島さん、ん、来客、年神様、残っているのはうちだけだから早急に鏡餅を用意しろって。へえ、今年は買わなかったんだよね。あ、切り餅があったでしょ、あれさ、2個重ねてそこをよりしろにしてもらおっか。ん、四角じゃダメだって。あ、そう、贅沢だね。そしたらさ、冷蔵庫に雪見大福あったでしょ、あれ2個重ねてさ、うん、ちょっとそれで我慢してもらって。うん、年神様が寒くて震えてる。あ、そう、意外に弱いんだね。そしたらさ、クローゼットにダウンジャケット入ってるから、あれ貸してあげて。あとマフラーも。うん、で、倉島さんはその隙に切り餅をカッターで削って丸くしてくれる？年神様に見えないように。大丈夫大丈夫、バレないよ。ヤスリもあるよ。のみ？のみはないな。ブルーミンデイズ、日々これ良き日。今週も入院している倉島さんに代わって私ディレクター小出が成人をテーマにお送りしています。成人式というとね、男性はまあ割と地味めのスーツ、うん、それかね羽織袴、女性はねまあ古式ゆかしい振袖という装いが多いかと思いますけれどもね、うん、どういうわけかね、北九州、うん、あの辺りだけはねこの文化が違うというか、金とか銀とかね、そういったド派手な生地に鮮やかな刺繍を施したようなね羽織とか袴とかね、女性の人はね、オイラン姿だったりとかね、うん、こういう新成人が多かったりしますけれどもね、これはどうしてなんですかね、何かきっかけでもあったんですかね。オトナンサの記事にはこう書かれていますね。北九州市小倉北区にあるレンタル衣装店みやびの池田店長によると、うちはもともと貸し衣装をしていて、毎年成人式の時には男の子もパラパラと来ていましたと。当時は単色の黒やグレー、白といったごく普通の羽織袴でした。そこに2003年、通称金さんと銀さんという男の子2人が現れ、来年の成人式に金と銀の羽織袴を着たいと言うんですと。うん、なんかどこぞの民話にありそうな感じですけれどもね。とても難しい注文だったので、正直に言って最初は断ろうかなと思っていたんですが、二人が絶対に着たいというので、いろんなルートを探して試行錯誤をしましたと。結果としてはすごくいい羽織袴ができて、成人式でもとても目立ったそうですと。二人ともすごく目立ってよかったと喜んでくれて、後輩を紹介します、ありがとうございましたと言ってくれたんですね。金さんと銀さんが終わってよかったとほっとしていたらば、彼らの紹介で何十人も後輩が来てくれて、金さん銀さんよりもさらにすごいものをと言い始めて、毎年先輩を超えたいというのが当たり前のようになって、どんどんエスカレートして派手になっていきましたと。金さん銀さんの数年後に虹キングというグループが来て、着物のここをパーにしたいとかレインボーにしてほしいとか、いっぱい要望が出ました。作るのがとても大変で、1年以上かけて生地から作って完成。その後も口コミで広がって、気がつけば北九州市の成人式は派手だと話題になっていた感じですと。
2003年っていうんだからまだ20年ぐらいしか経ってないんですね、これね。通称金さんと銀さんっていうのはね、まあおそらくこの歴史に名を残したんじゃないんですかね。将来なんかこの、ウィキペディアにも名前載りますよね、これきっと。こういったド派手な衣装を借りる子は普段はごくごく普通、ヤンキー的な子はおらず、成人式の日だけ特別で一世一代の晴れ舞台という感じで来ているようですと。これ普段はね、ごくごく普通の子ということですけれどもね、こういうものを着たがるっていう段階でね、なんかもう、私に言わせれば普通の子ではないようにも思いますけれどもね。その理由についてですね、北九州には自動車や製鉄など大きな工場が多く、工場勤務の人が多いという事情はあるかもしれませんと。ブルーカラーが多くて普段は作業服という生活で、工場で派手な格好をしていたら怒られるけれども、成人式なら綺麗な格好ができる。また福岡県の県民性として派手好き、お祭り好きということもあると思いますと。こうおっしゃってますね。レンタル料は一般的な単色の羽織袴だと5万円から6万円ですが、派手なもので高いものになると30万円、中には100万円という人もいますと。平均すると10万円台後半でしょうか。レンタルではあるんですが、先輩と同じものは嫌だ、ファーだけは買える、袖を付け替えたいといった感じでアレンジしていくことが多いですと。なるほど。なんかこのコスプレ化というかね、ハロウィン化というかね、そういうようなことがこの先輩から後輩へね、代々受け継がれたっていう結果なんですかね。ちなみにこのお店では、東京や大阪などにもお店を出していますが、東京のお店では北九州の衣装を載せたブックを見てすごいとは言ってはくれますが、ここまではできませんというお客さんが多いですと。まあそうでしょうね。まあね、この格好についてはね、人様に迷惑をかけるわけでもないんでね、お好きな装いでいいのかなとは思いますけれどもね、毎年ね、式典を妨害したとかで問題になりますからね、こういったね、格好してる人が妨害してるっていうことではないんでしょうけれどもね、こういったね、格好したいって言ってる人の多くがね、この目立ちたいからと答えているようですからね、あまり調子には乗らずにね、節度を守って楽しんでもらえればいいんじゃないかなと思います。ルールとかね、規則なんていうのは節度をわきまえない一部の人たちのせいでできるものですからね。将来式典参加の場合はドレスコード遵守とかね、面倒なルールができないことを祈っていますよ。You're very pretty, and everyone wants you to.
ブルーミンデイズ、日々これ良き日。今週も入院している倉島さんに代わって私ディレクター小出が成人をテーマにお送りいたしました。成人とね、同じような言葉で大人っていう言葉もありますけれどもね、辞書なんかには十分に成長した人、成人、考え方や態度が十分に成熟していること、思慮分別があることなんて書いてありますけれどもね、年齢にね達すれば成人にはなれますけれどもね、なかなか大人にはなれないもんですよ。特にね、私ぐらいの年齢になるとね、大人げないなんていう言葉もある通りですね、どういうわけか未だに子供っぽいというかですね、青臭い人というのもいたりしてね、悪くはないんでしょうけれどもね、もうこの無邪気で可愛いなんていう年ではないですからね、少しはいろんな立ち回りを覚えてね、さすがだねなんて言われる大人になりたいななんて思いますけれどもね、この私ぐらいの年になるとですね、周りがみんな諦めちゃってね、誰も注意なんかしてくれないですからね、倉島さんにはね、常々私がもし変な方向に向かって進み始めたら、倉島さんにはね常々、私がもし変な方向に向かってね進み始めたらきちんと注意してほしいっていうようなお話をねしてはいるんですけれどもね、最近ね倉島さんがいないもんですからね、注意してくれる人というか監視してくれる人もいなくてですね、人間一人だと本当弱いもんだななんてね、思ったりしてますよ。来週1月17日ですが、おそらく来週も私一人です。来週はね何をやりましょうかね。1月17日はおむすびの日なんですね。それから金色夜叉、熱海海岸で寛一と宮が別れた人、来年の今月今夜のこの月を僕の涙で曇らせてみせるとかっていうセリフでしたけれどもね、尾崎紅葉ね、何かね面白いお話があるかちょっと調べてみましょうかね。それから明日1月11日火曜日夜の10時からは 79.1MHz 郡山コミュニティ放送ココラジで、こちらのブルーミングデイズ日々これよき日のスピンオフ番組ブルーミングデイズプラスがあります。明日のね、テーマまだ決まっていないんですけれども、今日の放送と合わせてこちらもポッドキャストでお聞きいただけますので、皆さん聞きたい時間帯にお好きな楽しみ方をお試しいただければと思います。それからこの後の番組ですが、午後4時からはスーパーミュージックワイド、毎週月曜日は名曲サボジェロニモからジャンル年代を超えたえりすぐりの曲をお送りいたします。なおプレイリストはアメブロのパーソナリティブログに掲載いたしますので、こちらの方もご覧になってください。倉島さんはねお休みですけれども、今日のジェロニモもですね、おかけする曲の半分は倉島さんの選曲ですので、どれがね倉島さんでどれが私なのか、まあ想像しながらでもお聞きになってみてください。その後午後5時からはおかえり854、パーソナリティは原ちゃんです。毎週毎週ね、ピンクレディがかかってますけれどもね、今日のピンクレディは何がかかるんですかね。原ちゃんの番組だけですよ、この毎週ピンクレディがかかるなんてね。そのうちねみーちゃんけいちゃんも来てくれるんじゃないんですかね。これ電話出演ぐらいだったらねしてくれるかもしれないように思いますけれどもね。来週も倉島さんはまだ入院中ということで私一人になりますけれども、お時間ある方はぜひまた聞いてくださいませ。寒い日続きますけれども、風邪など召しませんよう、お出かけになる方は暖かくしてお出かけになってください。それでは今日はこの辺で、ここまでのお相手はディレクターの小出でした。
ブルーミンデイズ、日々これ良き日。